ヤ人が。きっとピッコロさんも気づいてると思うけど。ピッコロさん、来る。ヤツらはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろ。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。へへへ、お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。ん？デジアン、チャオズも。よう、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。
少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はどいつだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。ヤムチャさん、なんてやつだ。自爆しやがった。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さて、どいつから片付けてやるかな。ヤムチャさん、ダリア・ブルマさんたち、いいんだよ。
さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。チャオズ、何をする気だ、チャオズ。さよなら、ケンさん。どうか死ねないで。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。ジャオズ、仇は打ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。畜生、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。くそ、何をしてるんだよ、悟空。やつらはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん。残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。
本当だ。すごいけど懐かしい木。奴しかいない孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん？ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か？カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつが。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ん？ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールがてめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと？この俺を笑わせやがって、このガキが。お父さんの車、僕がやるんだ。ご飯がやるなら俺だって。どうせお前らは皆殺しだ。せえ。すげえことやってくれるじゃないか。腕がちょいと絞れちゃう。貴様ら、もう。
太陽拳。バカだ。どうした貴様ら。おお。逃げろ、グッコ。